はい、こんにちは、こんばんは。 YouTuber が住んでるマンション、大体事故物件、ゆきやです。偏見だな。いや、うるさいっていう意味で。はい、どうも。3日連続で通勤電車が遅刻して外にいる時だけ雨が降る男、シュースと申します。いいじゃん。何もよくねえ。不幸な男だよな。いや、わずついてない最近。あ、いいね。ってことで、まあ、今回はね、この2人で。何がいいんだ。ってことで、今回こちらのね、まあ、事故物件っていうゲームを、やっていきたいなと思います。こちらはですね、みかんさんやってましたね。で、僕も一緒に確かやったはずなんですけど、全く記憶になくて、なんか、マジで。もうだいぶ経つからね。うん、ないんで、まあ、今回僕がやっていこうかなと。まあ、大体僕が、見ながらやるゲーム、大体見てないんで、実際に俺がやらないと覚えてない。見ろよ。なんで、今回こちらのね、事故物件、なんかシズのアパートみたいなね。まあ確かに。もうマジでわかんないけど。見たことないかわからんけど。ちょっと違うけどね。ってことでね、ぜひね、特定して自己物件してください。あ、やめてください。やっていきたいと思います。俺殺されるわ。ってことで、始まりました。はい、やはい、まあ確かこんなんやったね。う、急に家に来いってなんでかね。お前の声で聞こえへんねんけど。帰るんじゃない。家に来いって言われたってことは、彼氏の家に行くとか。あ、そうだそうだ、そんな感じだった気する。そうだそうだ、マジで忘れてる。お、自販機だ、なんか買ってこ。いやー、コーラ買ってこ、ペプシコーラ。ケイスケ、ホンダ買ってこよ。なんで負けたか、明日まで考えといてください。待って、もう何か分からへんねんけど。なにこれ。え、分からへん分からへん。なにこれ、ん、なにこれ。ブラックコーヒーだ。えなに、なんかあるって。なんかありますね、裏に。このえ、なんかこの裏バイク通ってない。ブーンって。お、10円。え、これ入れたら、10円でジュース買えるとか、大阪やで、それ、普通に。大阪の10円で買えるのよ、それ。え、怖えな、10円で買えるって。いや、うん、あのね、マジで売れないジュースしか入ってないっていう。この道で合ってるのかなぁ。合ってるのかなぁ。合ってるんじゃないですかね。売れはいけんじゃない。あ、いけんじゃん。はい。ここら辺ですか。え、何これ。これだ。祈る。祈る。祈っとこう、はい。いや、これがね、絶対大事ね。パイもみたい、ハンニョ。パイもみたい、もみもみ。ってことで、なんだこれ。結婚？猫？うわ、猫じゃん。かわいそうに。ここ喋らんねんな。なんか喋るとこ喋らんとこあるね。猫ちゃんが。いや、これね、なんかあるんよ、確か。お、ほらっと。あ、祈っとこう。はい、もうこれ絶対大事やん。これ何個あんねやろね。おー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 、これ絶対さ、今までの経験上な、全部祈っとかないとマジで意味ないやつなんよ、こういうの。多分ね。そうそう、だから、ねえ。でもいい？まっすぐ行く？とりあえず。え、これ来たとこ？違うな、これ来てない来てない。別のとこ。来てない。何もない。はい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 。わかったわかったわかった。思い出した思い出した。思い出した。あれ、何これ。さっせ草。それだけ？あ、マジそれだけなんや。確かここですね。それも先に家に入っててって言われたけど、あいつバイトでもしてたっけ。バイトしてない。バイトしてない。どうやって住んでん。じゃあお金ないのにどうやって住んでんな、これ。多分夜のバイトしてとりあえず彼の家が確か2階なんですよ。あ、ここにまだある。お、60円。50円だね、じゃあ落ちてたの。そうだ、あ、なるほどね。合わさって、みたいな。そう。なるほど。60円拾ってもの。ちょ、500円欲しいね、新しい。ねえ。新しいの欲しいな。あんのかな。ちなみに新しい500円、自販機使えないから。あ、そうなん。いらな。どこなの、あいつの家。真ん中じゃない。え、一番端？違うね。ここか。ここか。あ、ここだ。こいつやべえな、なんかいろいろ育ててんな、マジで。俺の親みたい。連絡して回しまーし。すみません。本当に誰もいないんだ。どっからか入れないかな。え？不法侵入？どこに鍵あるって言ってた。やっぱここなんや、家。家ここなんや。忘れちゃった。忘れちゃった。これ下じゃね？花瓶の下とこじゃね？え、嘘じゃん。あ、俺の家もそうやった。危ないって。ダメだ。思い出した。うわ、お前、それやねんか。本当にあるじゃねえか。
か。うちで、なんか、鍵作ってくれんかって、俺の家。あの、おとんとお母しか持ってなかったよ、俺の家。俺、子供に鍵渡さんかって家って。なるほどね。そう。お、綺麗！え、めっちゃ綺麗やん！え、なんか。なんでこんな外見と。え、タワーマンションみたいな。まじ、なんか。外見と違ってめちゃめちゃ綺麗やん、ね。綺麗な。なんか、めっちゃ綺麗。え、どんだけリフォームしたんだよ。もうだって光沢ありすぎて、反射してるもん。反射しとるだよ。自分反射せんっていうね。鏡にも映らない。え、待って、なんかあります。なにこれ、穴開いてるけど。これなんだろう。のぞき穴さん。何かが詰まって何も見えない。絶対相手が反対側から見てるやつ。見てるやつ。えぇー、ほんまや。絶対そうや、絶対そうや。え、何が広。いやいや、絶対見とる。広すごくいいところじゃん。うん、遅いな、反応が。まず広いな。入った瞬間に分かれてる。何かありません。あ、ありました。あー、なんかあるじゃん、デスノート。このノート破れてるけど。デスノートなんか、どうしたんだろう。探したら見つかるかな。いやいや、その発想には至らんけどね。あー、なるほど。まあ、いつも通りのあれね、集めていくタイプね。いつも通りの通り通り。7個集まったら終わるやつね、これね。そうだね。で、1枚ずつなんか起こるやつね。なるほど。で、まあ多分この部屋にはもうないんじゃ、え、入れんねよ。あるんじゃないの。絶対ない、絶対ない。確かない。確かない。もう記憶で分かってんじゃん。確かない。多分ないね。お、行くの？来るー。きれい。いいな、ドラム缶やん。俺いいね、ドラム好き。全然ドラム缶じゃない。いいえ、バスタイル別なの。え、面白い。トイレ。え、抜いていいの、その手も。ほんまに。後で追い焼きして入るとかじゃない。おお、出てきた。え、これ濡れてる。そらそやろ。ドライヤーで乾かさ。あ、うん、なるほど。すげえ来てるね。はい、ドライヤー。いや、まずお風呂のお湯抜かんて、普通に。ね、普通に意味が分かんない。で、これを持っていったら見れるみたいなやつですか。ポン！来た！こんな綺麗なとこでバスするやつ。4月4日。やっとで引っ越しが終わった。初めての一人暮らし、とても楽しみだ。これで俺は自由だ。かっこ笑い。お母さんが言うには、家賃がとても安いらしい。それも学生の一人暮らしとは思わない広さで。転校もしなくていい場所なんて神がかってるな。こんなとこ見つけられたなんて、母さんラッキーガールかよ、かっこ笑。ラッキーガール。くさ。今日は、引っ越し祝いに母さんと父さんと3人で外食したけど、2人ともずっと笑ってたな。やっぱ俺は母さん父さんの笑顔好きだな。母さんと父さん、俺の家に1週間だけいるって言ってた。俺は全然1人でやっていけるのに、2人とも心配性だな。そんなに心配しなくても大丈夫なのに。なんかうざいな、この主人公。読み終わる？はい。うぜえな、うぜえな、普通。うえあったこれ、あったかな。え、あった、さっきからあった、あったんじゃね、多分。わかんない。なるほどね、まあ、あったんやろね、多分。急に使えるようになったね。これ何使うんやろな。え、裏行きましょうか、とりあえず行ってみるか。一応行ってみっか。え、ん、人、え、なんかいる。いるわ、人がいる。ノックする管理人さん。ノックしましょーし。すいませーん、大丈夫です。大丈夫、え、なんで、その大丈夫ですか。待って、やばい、嫌な言い訳してきた。聞こえてないのかな。開けていい。いや、ええ、いない。びっくりした、開くんか、びっくりした。やった。え、なにこれ、これ、え、嘘やろ。え、取れない。あ、こっちが読んだ。アパートメモ。このアパートは取り壊すことができない。取り壊そうと思い業者に電話しようとするが、なぜか何度かけてもつながらない。母が急に危篤になるが、取り壊すことを諦めると元に戻る。お祓いができない。神主にお願いに行くと、いつも用事で神社にいない。友人に頼んで来てもらうことにすると、道中神主は事故に遭う。お札は効果がない。お札をたくさん買い、部屋に貼ってみるが、翌日には全て剥がされて床に落ちている。お札を貼ると頭に呪いの文字が浮かび上がる。おお、すげえ。アパートには火がつかない。火をつけてもすぐに消える。火をつけることはできないらしい。アパートは浮い続けなければならない。このアパートの住人はなくて1ヶ月しか持たない。
1週間くらいで呪われ体を乗っ取られるらしい。やば。そしてどこに行ったのか一人もわからない。アパートを売ることをやめようと思った。しかし毎晩夢にうなされ続け、誰ともわからない奇妙な声に人を連れてこいと言われる。アバターを売れなければ自分だけじゃなく家族や周りの人に被害が被るのは経験上わかる。売りたくはないが売るしかない。今日も一人あの呪いによって誰かこの地獄をどうにかしてくれ、助けてくれ。そういうテンションじゃないやろ絶対。とりあえずこれなんか手に持ってるやつ使うまでなんかね進まないんで、まだ部屋の中だと思うけどね。部屋の中かな多分。なんかいる？うん、いる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 。多分鳥かな？鳥かなんか鳩みたいな。へぇ、ね、鳥に取る？何鳥に取る？鳥に取るレイナ。え、わかんないわかんない、俺ちょっとわかんないよ、そういうの。鳥に取るレイナ。うわぁ、入れるやないかい。おい、なんやねん。あるじゃねえか。あ、いるわ、じゃあ入れねえじゃねえか。なに、入れそうって言って入らないの？あ、わかったわ、さっきのやつや。なんか、首吊りしそうな、使ってそうな、あの、道具。ああ、はいはいはい。もう多分使うんだよね。あれ持ってくんの最後。オッケー。あいつは？お、カラス？カラスや。持ってんじゃん、これ。あ、多分それ使うまで。おい、もう、これ、もう取らんかったよかった。これやっぱ部屋かな？部屋さ。絶対部屋っすね。それで、あ、それで穴の中入れるんじゃない？グリグリ。おぉ賢っ。なるほど。あ、なんか出てきた。あ、なるほどね。紙が詰まってたのか。あ、なるほどね。はい、ポン。4月5日、引っ越しの片付けに追われて一日だった。もともと荷物は少ないとはいえ、片付けるのは一苦労だ。父さんと母さんにも手伝ってもらってから、思ったより早く片付いてよかった。父さんはこの家をひどく気に入ったみたいで、一週間と言わず、もう少ししようかな。なんて言い出した。俺の家なんだからやめてくれ。今日はオーナーが挨拶に来てくれた。なんだかとても疲れたような顔をしていたけど、大丈夫なのか？このアパートを借りたことを泣きながら感謝していたけど、こんないい部屋、こっちの方が感謝だ。最後小さな声で、本当に申し訳ない。って言ったように聞こえたけど、気のせいかな？うん、じゃないね。うん、さっき見たからね。気のせいかな？とりあえずカラス追っ払うか。カラス追っ払って、台取りに行って、みたいな。なるほどね。お、もうこれすごい割っちゃうな、これ、もう。割っちゃうね。おい、出てけ。あれ？まだなんかいるな、これ。オッケー。都会のカラスは逃げないっていうことね。ああ、なるほど。都会なん？絶対都会じゃないけどな、これ。とりあえずですね、このなんか土台みたいなやつを取って、まあ、土台ね、横にあるやつ。これさっき読めばいい。これさっき持っていけ。これ紙でしょ。ないよ。変えてきました。可愛い子がいたから。紙をポン！ 4 月6日。今日から新学期が始まった。変わり映えのない連中だけど、やっぱあいつらといると楽しいな。俺のアパートを見たいって言われたけど、どうしようかな、かっこ笑い。担当は、マシマ先生だったな。どんな先生だろう。そういえば、朝アパートから出た時に、近所のおもちゃらしき人たちが集まって、アパートを見ながらひそひそ話してたけど、何だったんだろう。なんかご用ですかって聞いたら、なんでもないって言ってすぐ立ち去ったけど、誰かに用事があったんじゃないかな。すごいな、この主人公は。なんかねえ、鈍感だね。ねえ、感じ取るくせに全然気づかんっていう。とりあえず土台を取りに行く。土台。土台取ってから。Let's go。え、誰も住んでないんかな。直すんじゃなさそうだけどね。なんか借りてくれてありがとうって言って。ああ、なるほどね。はい。はい。うわ、マルから入る。完璧完璧。完璧。全く完璧だぜ。こっちか、開ける。うわ、開いた。なんかあんじゃね？ああ、完璧だぜ。魔法瞬間性。あれ？うんこある？ポン！4月7日。今日初めてお隣さんに会った。ドアを開けた。隣の部屋の3号室に住んでる人も出てきた。母さんからご近所付き合いは大切にしなさいって言われてたから、挨拶したんだけど、一瞬大きな目でこっちを見て何も言わずに行ってしまった。今でもあの大きな奇妙な目が頭から離れない。それにあの歩き方といい顔といい他の人とはなんか違うような。おお、なんて失礼か。そんなことより今日早速席替えをしたから、あのミラちゃんの隣の席にあった。これから学校がますます楽しくなるぞ。今日は朝から父さんを見かけなかったけど先に帰ったのかな。
今の時期は仕事も落ち着いてるって言ってたんだけどな。父さんも大変だな。お隣さんおったんやね、ちゃんと。前まではいたんだね。前まで、今もいない、今はいないのか。カラスどうやってもらうんだろうね。そうやんな。あの、魚？あー、でも。わかんないわかんないわかんないよ。マジで。わかんないけども。猫の死体持ってくる？いやー、魚取れるこれ。キャッ。お、来た。はい。うお、ほんとだ。でも、え？開いてる？開いてるやん。何見てんねん。めっちゃ見とってんけど今。めっちゃ見たね。おるやん。だあの人俺のこと好きや。ああ、よかったやん。やだな。よかったやん。もっと可愛い子がいい。もっと可愛い子がいい。あ、来たー、ナイスー。アホー、アホー。魚食べる？食べるか。食べるな。食べんだね。なんかね、全然意味ない。ゴミは漁ってんじゃん、いつも。あ、なるほどね。めちゃめちゃ綺麗な魚やったけどな、あれ。めっちゃ綺麗だったね。何が臭いんだ。はい。あと2個やん。4月8日。今日は母さんの機嫌が一日中悪かった気がする。朝の早起きもいつも笑顔じゃなかったし。父さんは？って聞くと。うっすって。うるさい！今までこんなちょっとしたことで怒鳴られたことなんてなかったのに。父さんと喧嘩したのかな？一回だけ母さんから話しかけてきたんだけど、あの幼馴染のあいつを呼んできてやってさ。あいつももう高校生だし、男の家なんか来たくないと思うけど。それも一人暮らしの男の家にさ。来たいやろ。でも母さん、一人暮らし最初反対してたし、安心したいのかもな。だから近いうちに呼ぶって話したら、母さん笑ってたな。でもなんかあの笑顔不思議な感じしたな。あ、そうか、目が笑ってなかったからだな。少し不気味な気もしたけど、気のせいだよな。おー、ついになんかだよな。だよな、なんて言うの？だよな。ってことで、次は、なんだろう。あと2枚なんですけど。やっぱ、下の部屋行ってみる？下行きましょうか、とりあえず。住んでたみたいなんでね、ちゃんとね。ねえ。あと60円ね、持って使えないよね。まだ使えないんじゃない？妙ね。市役所の紙が置いてある。え？ 100 円。どっかに載ってないかな。売ってんの、紙が。どういうことなんで？じゃあ分かってね、ここで1個やからあと1個や。もう終わっちゃうよ。車は誰かの車のね。なんか入ってない。あ、なんかある。あ、なんかあるじゃん。これっておばさんの車だよね。おばさんの車だよね。だよねー。そうだね。だよねー。パパはぶん殴って火もらおうぜ。おばさん、あ、入ってるわ。もうさっきのババアの車だからぶん殴って鍵奪って。でも絶対鍵がある。あ、これは祈っておくしかない。これ祈らないとダメだ。ほうにょーしんしんもんもん。ちょっとね。え、なになに。え、いるじゃん。え、マジ近寄りたくね。いけ。入れんだ、スタン開いてんねんな、これ。俺さ、カーテン開けてんかなと思ってた。カーテン開けてるだけだと思って。なにこれ。あ、10円。え、何もりしない、何もりしない。他には開かないやろ。開かないね、開かないね。え、なんかしてる。え、あー、来た。あるじゃん。はい、来た。はい、終了。終了のお知らせ。なんで通れるやろ、こんな。見えないから、自分で。よし。はい。とね、今、これで6枚目で、多分100円集まったら、ここの紙が買えるから、それで7枚目。ね、で、終了。終わりだね。早いね。早っ。もう一瞬伸ばしちゃうやん。うおぉ！目の鏡が移動してる。全体的に、ここは大丈夫そう。多分、もっと自分の姿見てって。いや、見えないからね。鏡の裏からマリボレー。4月9日。母さんは朝から見なかった。車の置いたままだったけど、どこに行ったんだろう。今日も様子がおかしかったし、心配だ。心配。今日はミラちゃんと話して超ハッピーなのに、なんでかテンションだだ下がり。テンション下げ。父さんと仲直りして家に帰ったらいいんだけど。あ、そうだ。母さんがあいつが家に来ることを望んでたから、あいつを呼んだら母さんも喜ぶかもしれないな。あいつもなんだか家に来たそうな感じでしたし、
明日にでも誘おうと思う。おい、作るかな。あ、これが俺か。自分でしょ？いきなり家に呼ばれたって。ねえ、これなんか見れない？うわー、来た！あー、なんかそんな気した。あー、やだ、やだ、怖いよ。あ、こんちゃーん。ん？なんか落ちてる。ん？もう動けない。え？これだけ、何やったやろ？何やったやろ、あれ。なんかね、なんかピンクみたいな落ちてたね、なんか。なんか落ちてたね。多分、このなんか、あと30円はどっかで落ちてんのやろなっていう。多分これ、周りの探索やねん。確か。ほんと？じゃあ猫の死体とか？いや、多分見てないとこあるんよ、まだ。え、消えてる！え？え、誰？え、いるよね？いる。ASMR、ASMR。ASMR、ASMR。あ、え、何？ごめんなさい。おお、ASMR、ASMR。あ、10円だ。10円？傘が落ちてたね。引かれたのかな？10円。これ今、この、なんか謎の家。鳥はね、裏路地に。おっとー、あー、祈ろう。これ何個やねんやろ。おーよー、パイチ。わかんねえな、これ普通に。急に暖かい感じがする。気のせいかな？え、いる？え？それ違うよ。違う違う。どうもう紛らわしいな。やっぱり穴覗くしかないんじゃない？ちょっと。え、そんなことはない。何回見てみよう、とりあえず。うわ！なんか出てきた。え、何？ 10 円？ 10 円やった。覗いていい？覗こう、覗こう。なんか音楽流れ出した。赤。え？開いてたっけ、さっき扉。開いてなかった。開いてなかった？開いてなかった。開いてなかったよ。嘘。ってことは。はいはい、あと10円、10円、10円です、10円です。お願いします、募金活動、募金活動してます。募金って、なんか大体本当に募金されてないっていう。してないです。うっ！え、あるじゃん。いや、卑怯だろ、マジで。ということで、ラストの10円、ありました。卑怯だろ、マジで。気づくこれ。見えねえって。マジで分からんかったわ。むっつ。っえ、もう何回もあの下歩いたもん、これ。おぉ、行ってきてきた。もうラストで終わりますよ、このまま。もう今日の一気だね。終わり！逃さないよ。いつも悪いけど、もう帰ろ。後で連絡しとけばいいよね。もう逃げられないんだよね。とりあえず帰ります。帰るえ、出れんだ。帰れんの？なんか、うん、え、彼の家を出てからもずっと誰かに見られてるような気がして何度も振り返った。しかし何度振り返ってもそこには誰もいなかった。なんだか不気味で家まではいつもより早足で帰った。寒い部やば。あ、終われちゃう、多分これで。待て、終われ終われ。次の日学校へ行くと彼はおらず、彼の席も彼がいた痕跡もなかった。不思議に思い、友達先生に聞いたが、そんな人を知らないとみんなクソそれている。ああ。存在消されたやん。放課後、またアパートへ行ってみたが、アパートがあった場所を倍してもらっていた。通りかかった近所の人が言うには、ずっと前から倍ちゃったらしい。アパートも彼もどこへ行ってしまったのだか、私が好きだったからもともといなかったのだろうか。好きやったやんか。好きやった。何やねん、お前。最後に。全て私の夢だったもん。おい、最後に、お前、嵐の曲流れんぞ、お前。お前。多分ね、俺ね、これ、ミカンサとやった時覚えてるんですけど、ミカンサとやった時こんな感じで流ったんですよ。なんか最後に、なんか、そう？その男の子と、お父さんと、お母さんかな、確か。が、なんか最後出てくるみたいな感じ。あれじゃないの？だからやっぱ、あれやってなかったあれでしょ。ね、お祈りをやっぱやってるかやってないか。なんかさ、左下に顔ない？あれ？怖い！